土屋隆一郎決起集会を開演させていただきます。1分1秒も無駄にせず戦い抜き、そしてそれ以降の長野市のために働きたいと思います。皆さん、どうぞこちらよろしくお願いします。どうもありがとうございます。頑張ろう。それからまたさらに、バイバイバイと。残りの2日間で行きたいというふうに思っておりますので、お知り合い、ご親戚、ご兄弟、ご連絡をお願いいたします。それが一つ目。はい。わかった。よろしいですか。よーし。では、ゆういちろうの動画、それから立派なホームページができております。それを皆様お持ちの SNS、ソーシャルネットワークシステムで流していただいたり、いいねを押していただいたり、リツイートしていただいたり、シェアしていただいたりして、インターネット上での輪も若い皆さん中心に広げていきたいというふうに思いますので、ご協力いただきたいと思います。よろしいでしょうか。わかりました。任せください。今後残されたですね、個人演説会の予定を、まず明日、10月27日金曜日ですけども、夜の7時50分から、港北公民館にて個人演説会を予定します。街頭演説。こちらは10月28日の土曜日。7時半からですね、長野駅前にて、最後の28日、同じ日のですね、最終日の土曜日、7時50分からは、鳥越署にありました前回の後援会事務所、あの事務所にてですね、個人演説会を予定しております。鳥越署の長野中央文化ビル。そして、最終日、いよいよ投開票日ですが、10月29日、日曜日は、あの出陣式を嵐の中行った蔡北館さんに戻りまして、開票待ち会場ということで、夜の8時に皆さんお迎えできますようにお待ちしております。喜び分かち合いたいというふうに思っておりますので、ぜひ開票待ち会場にも足を運んでいただきますので、ゆういちろうさんにつけて、それはマッタさんの自宅用ベッドですね。当日の赤いバラをイメージしたベルトになってると。練習してね、はい、ぜひ父に頑張れという気持ちも込めて。こんなもんじゃない。